大体まあ一番お金を出してるチームだと20億円出してると思うんですね。なんか、まあね、まず一番はやっぱりその海外からのスター選手ですよね。まあ、サッカーなんかでいうと、まあ、メッシだ、まあ、ロナウドだ、エムバペだみたいな、まあ、それクラスの選手が結構来てまして、サッカーだとイニエスタ選手はいますけど、そういうイニエスタ級の選手がもっと若い年齢で各チームにバンバンいるような状況で、これっていうのは本当に日本で他のスポーツではありえない状況なんですよね。でそういう本当に生きのいいスター選手のプレーが、まあ、生で、まあ、毎節、まあ、どっかの会場で見れるっていうのは非常に素晴らしいので、その辺は非常に楽しみにしていただけたらと思います。まず2つありまして、1つはやっぱり経済的なところですね。ラグビーやサッカーとか野球と比べると、まあ、いい意味でも悪い意味でもまだ商業化がそこまで進んでいないので、日本、給料ですね、サラリーのベースが、まあ、海外のトップレベルの選手とそれから日本のトップにいる場合とそんなにもう差がないと、もともとそんな差がなかったところに、コロナ禍でますますヨーロッパのリーグが試合ができない、お客さんがいられないんで年俸がちょっとやっぱ下がってきているというので、ヨーロッパの本当のフランスリーグのトップの選手と日本のトップリーグのトップの選手ってもう本当に金額同じぐらいになっているということで、これがまず一つですよね。お金の話で言うと、10年ぐらい前にその日本で初めてその1億円レベル その外国人選手が生まれたんですけど、その上はほとんど変わってないようなんですよね。大体まあ何千万円からまあ言っても1億円ぐらいっていうところですけど、そこのお金にそのたくさんの選手のお金をかけられるように、その企業がよりお金を投資しているので、まあ、これだけたくさんの選手が来ているという状況ですね。観客数でいうとやっぱりまだトップリーグ多い年でも平均おそらく5、6千人っていうところなので、まあ、J リーグと比べてもやっぱりまだ3分の1程度ですけど、企業が非常にお金を出してくれていて、一番お金を出しているチームだったら20億円出していると年間いうふうに聞きますね。おそらく世界でいうとフランスのリーグが、まあ、年間30数億円ぐらいだと思うんですけど、平均で言って、まあ、それとほぼ近いレベルにいってまして、日本の場合はその費用がほとんどの費用がおそらく選手のサラリーに充てられると。フランスのリーグはクラブのスタッフもたくさん抱えてて、そういう人たちのお金も払わなきゃいけないけど、日本の場合はその20数億のほとんどがおそらく選手の人件費にできるということで、かなり資金的には潤沢ですね。もう一個の理由はやっぱりその競技のレベルが非常に上がっていると。このワールドカップ2大会で日本代表が非常にいい結果を残して、まあ、世界の人もインパクトを与えて、日本でプレーすることがもう宮古地みたいな状況では全くなくて、サントリーに加入したニュージーランド代表のボーデン・バレット選手なんかは2023年のワールドカップでいいプレーをするところから逆算して日本に来たっていうことも言ってますんで、まあ、日本にいることで、まあ、逆にパフォーマンスを、まあ、高めることだって可能だというような、もうそういうリーグに世界から思われているというところがもう一つの理由ですね。具体的なところで言いますと、増田力也選手、パナソニックの選手なんかは19年ワールドカップでは全部途中出場でしたけど、23年では10番をつけてスタメンを狙っているということで、非常にまあ意欲も高くやってますし、この間の開幕戦でも非常にいいプレーをしていたので、その辺は楽しみですね。あとは、今シーズンが最後になると明言している選手、例えば15年ワールドカップでスターになった五郎丸歩夢選手だとか、あるいは、次は医師の道に目指す、進むということを公言している、でこの間、実際に順天堂大学に受かったという福岡堅樹選手、このあたりも最後に全部出し切るんだという気持ちでやってますから、まあ、その辺は本当に見応えがあると思いますね。まあ、勝敗のところで言うと、やっぱりその一番タレントが豊富なのは、まあ、神戸製鋼だと思うので、まあ、まずはその神戸製鋼を軸に優勝争いがされていくのかなというふうには思いますけど、開幕戦を見た限りではサントリー、ボーデン・バレット選手が来たサントリーだとか、あるいは日本代表組が一番多くいるパナソニックっていうのも非常にまあいいプレーをしていたので、まあ、その辺を軸に多分優勝争いがされつつ、最近非常に力を入れている久保田だとか、アイデンティティコミュニケーションズだとか、その辺も非常に力があるチームで、結構割といいところに割って入ってくるのではないかなというふうに思っています。
年のリーグはですね、新リーグができた時に、新リーグは3部構成になるんですけど、各チームを3部に分ける時の検討材料になるんですね。今年各チームが何人お客さん入れたのかとか、ファンサービス、ファンクラブどんだけ人集めたのかみたいな、そういう意味でも今年から割とその新リーグの効果っていうのは始まっていて、各チームが集客とかファンクラブ頑張っているんで、そういうところの競争がコロナが徐々に解除されていけば、よりその競争の結果とか見えてきたりするんで、その辺も非常に面白いなと思っています。まずおそらくすぐにその結果が出るのは、ファンサービスとかのところですね。これまでトップリーグの各チームっていうのは、例えばトヨタ自動車、ラグビー部みたいなその実業団なんですよね。だからチケットを売ったりする担当者というのは基本的にどのチームもほぼいないというところなんですけど、新リーグができたことで各チームは自分たちでチケットを売ってスポンサーを集めてみたいなことが求められることになったので、そうなるとチケットをじゃあどうやって売ろうか、じゃあファンサービスどうしようかみたいなことを各チームが今までより本気に、そうしなきゃもう自分たちが生き延びられないっていうか、それが自分たちの存在意義みたいなものになっていくので、グラウンドの中でだけ競争してたのが、その外でも競争することで、ファンサービスとか、よりその観戦した時のその楽しみ方とか、そういったところが非常にこれまでよりもよりプロ化されて、J リーグとかプロ野球に近づいていくっていう成果はまずすぐに出るんじゃないか。選手にとって見れば、今はそのどこからお金が自分たち その給料をもらってるかっていうのが、言ってみればその企業の予算からもらってるわけなんですけど、それが自分たちがそのいい試合を見せて、でチケットを買ってくれたお客さんから給料をもらうっていう形に徐々にそういうふうに変わっていくので、選手にとってみたらやっぱり自分たちがいいプレーしてお客さんが増えたら、あでこれでじゃあ自分の来年の給料も増えるかなみたいなところにも、直接的にもつながってきますし、潜在能力は非常に大きいと思いますね。グラウンド内でこんだけスターがいて、でしかも大企業がこれだけまだたくさんついてくれていると、こんだけ大企業がバックについて新リーグに入って、それがビジネス化してうまく軌道に乗れば非常に大きなポテンシャルですね。これはシンリーグで言うと、もう一個その売り物がその世界との交流戦みたいなのを売り物にしてるんですね。優勝チームと準優勝チームが南半球のスーパーラグビーっていう、クラブの最高峰の大会のトップチームとプレーオフをするみたいなことを、世界トップのリーグとプレーオフが真剣勝負できるっていうのは、これもまた世界にはなかなかない制度。サッカーで言うと、そのクラブワールドカップみたいなものに毎年出れるのに近いような状況が今作ろうとしてるんで、それは非常にできれば楽しみですね。まずやっぱそのチームがどこまで本気でまずは変われるかですね。頑張ってるチームはもうサッカーとか野球みたいに、まずチーム自体を独立した法人にして、ある種プロチームみたいな法人にして、ラグビーの興行をすることが存在意義っていう組織を作ろうと、法人を作ろうとしてるんですね、会社。そういうチームは非常にもうできてしまえば、もう自分たちがそれしか逆に仕事がないんで、非常にファンサービスとかそういうところは加速していくと思うんですけど、逆にそういうことはなるべくしたくないと言ってるチームやっぱりあるんですよね。できるだけその自分たちの社員で、自分たちの大企業なんで、確かにいろんな人材がいていろんなノウハウがあるんで、そういう人たちを集めてやりたいっておっしゃってるチームで、バスケの時はあの時は国際統括団体から日本代表を人質に取られて、プロ化しないと日本代表を試合させませんみたいなことをやられたんで、各チームももう従うしかなかった各企業も従うしかなかったんですけど、今回は全く真逆でラグビー界うまくいってるよねっていうところなので、なかなか各チームにそのラグビー協会としてもこれ絶対やってくださいとはなかなかやっぱり言えないってところがありましたね。これの日本代表のリーチマイケルキャプテンだとか、JB ジョセフヘッドコーチも言ってるんですけど、やっぱり一番その選手層が課題だと思いますね。この間の日本は31人メンバーを登録、ワールドカップでメンバーを登録した中で5人、試合に出れなかったメンバーがいました。これはおそらくワールドカップの全20チームの中でもかなり多い、しかもベスト8に行ったチームの中ではかなり多いと思うんですけど、その結果、準々決勝の南アフリカ戦ではやっぱり選手がかなりもう疲れていて、試合前からもう痛み止めを打って、試合のハーフタイムにもやっぱり痛み止め打ってみたいな、そういうもうボロボロの、当時の日本としてはそれがもう、それが正しかったんですけど、逆にこれから上に行くにはそこをやっぱり層をさらに増やさなきゃいけないと。で、次のワールドカップからその選手の登録メンバーが3、これまで31人が33人にまた増えるんですよね。そういう意味で言うと、またよりその総力戦みたいな色合いが強まるんで、そこの選手層をどうやって伸ばすかというところですね。で、そういう意味で言うと、やっぱトップリーグでいかにその
今の代表のその主力クラスとその下のクラスが出番をつかんで自分の力を伸ばしていけるかっていうのが大事になりますね。